はい、どうも、鬼丸です。滝廉太郎の究極、初クリア目指してやっていきたいと思います。ちょっと初見じゃクリアできんかったな。レーザーバリアが厄介なんよな。うわ、激ロック。ハートがないってのも厳しいのよな、このステージ。ちょっと微妙じゃな。よいしょ、回復しながら。厳しいな。微妙だったな。やべえじゃん、これもう。ダメじゃん、これ。やばい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 。よっしゃ、やっと俺のターン。ちょっとアビリティロックのやつを突き倒した方がいいな。あ、クソ、からくりブロックじゃなした。あ、微妙。難しいな、このステージ。誰に当てても意味ねえな。しかも貫通だし、こいつ。あー、難しいステージじゃ。ギミックが多すぎる。潜れんかったかな。まだかな、ボスは。うわ、レーザーバリア、厄介。ルパンに当てるしかねえな。うわ。ラファエルのアビリティロックはきつい。誰に当てても意味ねえな、あんまり。貝に当てるしかねえな。ああ、攻撃力低いな。
もういいところで歩きロッカル系な。ルパンに当てよう。回復、回復戦闘。うわー、ミスった。おお、強え。まだ中ボスなのに。ヒーリングオールが決め手じゃな。よっしゃ、今の滝凛太郎はレザーバリアない。誰にも、誰に当てても意味ねえ。アビティロック倒してんだけどな。しょうがねえや。大きにしとくか。あ、そっか、アビリティロックかかってた。難しいぞ。死んでくれ。あ、死なかった。あ、よかったよかった。ちょっと回復してえな。回復しよう。よし、行くか。ルパンはラファエルにさせるか。狙えねえ。でも上杉がいいチームだ。上杉とラファエルが。よっしゃ、ラファエルが生きる。回復。よっしゃ、ストライクってみんな溜まっとる。
ちょっとアビリティ6個先倒そう。答えを探しているんだ。邪魔をする。ちょっとラファエルが微妙な位置だな。微妙なストライクショットだった。ルパも言っとけ。ストライクショット使うの忘れた。バッカでミスった、ミスった。さあどうする？倒れるか？ああ惜しい。耐えてくれ。よっしゃ勝った。多分勝った。ああ最後閉まらんかったな。結構の時間かかったな。おお見たい。はい、というわけで滝廉太郎の究極濃紺スピクでした。ではでは。